カルラは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地域県、カンタル県のコミューン。カルラは、オーリアック盆地にある、小さな村である。家屋は、玄武岩の地形の上に、古い溶岩流の跡である岩と向かい合って、建てられている。破壊される、以前のカルラ城。16世紀の絵、カルラの岩山の上には8世紀から城があった。その場所は谷を越え、息を飲むようだった。 1604年、アンリ四世軍が城を荒らしている。フランス革命で、それまでのカルラ死者料領は革命政府に没収され、国有財産として資産は売却されてしまった。19世紀の後半、カルラ死者の称号を継承していたモナコ大公、アルベール一世への返済に充てるために、カルラの岩山はオートオベルニュ会社に買収された。二千八年、 カルラの主張は、イタリアのコムーニであるブルーニとの姉妹都市関係について言及した。カルラとブルーニの2自治体をつなぐ取り組みは、当時のフランス大統領、ニコラ・サルコジの夫人カーラ・ブルーニ・サルコジにちなんだもので、村の名前を宣伝して、観光収入につなげようというものだった。2010年7月、姉妹都市協定が正式に結ばれた。その後、ブルーニはバンラルサに併合され、 教区の一つとなっている。2012年1月より、彼らは、自治体間連合コミュノーテ D、ギーラモレションジュバッソン D 大役に再加入した。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。